ユニオンマックス選手権試合、王者藤田実 VS 挑戦者塚本拓実。現王者、元王者、誰でもいいからダイナマイトを持ってこいよ。全部燃やしちまえ。
あ、いえいえ、喋れますよ、私は。これまでの、ユニオンマックスの、タイトルマッチは、今までにタイトルを体感したことない挑戦者たちの挑戦を、まあ、受けた形になったんですけど、いよいよ元チャンピオンがと対戦できるということで、塚本匠に関しては、ここ2戦2連敗してるので、ユニオンマックスのベルトを持ってこちらが挑戦する立場かなと思ってます。はい、おかわり、何されますか？あ、水割りで。あ、水割り、わかりました、ありがとうございます。Please don't cry. You know I'm leaving here tonight. あ、でもやっぱり今藤田実がユニオンマックスのベルトを持ってて言えば、まあ、バサラの所属ではないっていうところもあると思うんですけど、そういうの関係なく生きてるのが藤田実だと重々分かった上で発言しますけど、やっぱり僕はあのベルトをバサラに戻したいと強く思ってるんで、で勝ってあのベルトを取り戻してまたバサラを盛り上げていけたらなと、藤田実と違う形でバサラ盛り上げていきたいなというふうに僕は思ってるので、7月15日高島平必ず勝ちます。お店ですね。もうなんか飲みすぎちゃって、あのボトル入れさせていただきました。これ、はい、よろしかったら飲んでいただいて。あ、もうぜひ。お会いしたかったです、本当に。可能性ありますね。入ってない可能性多いじゃん。はい、もう全然飲んでください。飲んでください。本当に全部飲んじゃってもいいです。ちょうど試合やってますね。はい、じゃあじゃあ乾杯でもしましょうか。はい、じゃあお疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうぞ。君は、なんか自分のやり方でバサラを盛り上げると言ってて、まあ、具体的なことは言ってないなくて、まあ、プランはあると思うんですけど、もしそのプランをですね、その匠の強さで盛り上げるみたいなことであれば、これはもう負けるわけです。こっちも本当に同社の盛り上がると試行錯誤しながらやってるんです。
1月15日高島平区民館お昼12時半待望のゴング。チケットはチケットピアチケットペイ各種プレイガイドにて発売中。そして7月30日は新島、8月4日は後楽園ホール大会も行います。いよいよ席はお早めに。チャンネル登録よろしくお願いします。